防犯ブザーボタンを押すとブザーが鳴り出し、登録した保護者に重要な情報を自動で送信します。防犯ブザーの使い方をご説明します。本体右側面にある防犯ブザーボタンを長押しします。開始をタップするか、ブザーボタンをもう一度押すと防犯ブザーが鳴ります。保護者へ発信をタップすると保護者に直接電話がかかります。さらに外側のカメラで3枚、内側のカメラで1枚写真を撮影し、自動的に保護者に送信されます。間違ってブザーを長押ししてしまっても10秒間何も押さなければ防犯ブザーは鳴りません。間違って防犯ブザーを鳴らしてしまった場合は、ブザーボタンを3秒以上長押しするとブザーを止めることができます。